治安がいい笠井智美です。さあ今日はじゃん、この後ろにあるねディズニーワールドイングリッシュっていうディズニー英語、この教材買いましたっていう動画を前回出したんですけど、まあその組み立てた後です。ぶっちゃけ言っちゃうとリビングのこう一角みたいな感じをキッズスペースにしてるんですけど、このスペースにね全く全然これが入る感じじゃないんですよ今のところ。考えて変えようって感じかもしれないですけど、まあ、買ってから考えようのタイプで今回行ったんで、模様替えしないと 100% 無理。今のこの状態を見てもらいたいんだけど、ちょっともうさ、ここが今キッズスペースで、あそこにさ、本棚があるわけ。だから、まあ、あそこにこの教材を置けたらいいのかなって思うんだけど、じゃあ本棚どうするのって話だし、あの本棚は本棚でめっちゃ毎日使ってたりするんで、ちょっとどうしようかなって今思ってて、まあちょっと何も考えてないんだけど、とりあえず動画回しながらこのディズニーワールドイングリッシュの教材に合わせて、まあ、キッズスペースの模様替えをするみたいな動画を撮ろうかな、撮ってみようかなと思って動画を回しているっていう感じの動画に今日はなっています。なんでまあこれが結構大きくて、あそこにね、ここに本棚があるんですけど、それのまあ倍までいかないかな、でも倍に近いぐらいの高さがあるんですよ。まあ、あっち側が、まあ、リビングの角の部分なのね、奥の部分だからこっち側が入り口で、だからまあ奥側に多分高さがあるものが来た方がいいよねって思うと、あの本棚の場所に多分これが来た方がいいと思うわけ。画面に映ってここの中で、まあ、こういうスペースを完結させたいなっていうのがあって、だからまあここら辺で撮ってたら大体わかるかな、こんな感じにしてたら映っていくかなって思うんで、こんな感じにしていきます。結構いろいろね模様替えはして何度も繰り返してやっていて、いい感じになってはいるんだけど、やっぱ都度成長とともにだったりとか、まあその成長とともに買い足すものがあったりとかするから、もうそれに合わせて都度模様替えをしているっていう感じでございます。もうちょっと汗だくだったんだけど、一瞬休憩してカフェラテ飲んで今って感じ。この棚どうしよう、これ引っ張れるのかな、あこれやばいな、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 これやばいぞ、どうしよう、これ一回やっぱ出さなきゃダメかな、これ入れるの結構大変だったんだけど、ちょっとでも多少なりとも多分減らさないとこれ多分無理かな。とりあえずあそこのあれだね、この本棚をずらした方がいいな。
さ、このディズニー画のやつ結構綺麗に丸くなってるけど、これちょっとこう角張ってるから、こっち側にジャングルジムがあって な一回も来たことないけど、今後何かでちょっとなんかこう転倒じゃないけどなった時にこうチーンってぶつけた時が危ないかなっていうのは今ちょっと懸念点。このおもちゃもう一回整理しよう。一旦これ、はい、一旦こういう感じになるの分かる、なんかいろいろ一回ぐちゃってなって、それをなんか少しずつ整えていくみたいな、典型的に掃除できない感じだよね。なんか掃除してる過程が綺麗じゃないっていう。あ、そんな本棚もついてんの？まあそう、フルで買うとこれがついてて、うん、今これをすげえじゃん。めっちゃ重いんだけど、自宅で、うん、これささっき開封動画撮ってまだそのままなんだけど、うん、この見て、引っ越したてですみたいな。なんかね、写真が写っちゃう。あ、転がったらいけるかな。これやばくない？この段ボールを、まあ、ちょっと今これはママにやってもらうってことで、私はここをやります。うえいしょ、ぴったりこんな感じで、今本棚がちょっと綺麗になりました。したものは後で調節したりとか、ちょっとやっぱ棚とか買い足さなきゃ無理だよねっていうのも分かってきたんで、よいしょ、まあこんな感じで本棚をここに置いて、まあ横にちょっとこの本棚を出す感じにしました。で横に、まあ、机があって、こっち側にあった棚を持ってきて、上にレゴで下にはピアノにしてるけど、ちょっとここはまた変わっていくかな。で、ソファーの横にドールハウスと、今お気に入りの、ちょっとこれなんかあんまり綺麗に映んないかもだけど、こういうのがあって、こっち側はソファーでダイニングテーブルになってて、みたいな感じ。で、こっち側の本棚の横にはジャングルジムとかがあるんで、まあ、そこは危険がないようにちょっと角度を調節していくって感じかなって思います。まあ、ちょっといろいろおもちゃとかが増えてきてたりとかしたから、ちょっと整理して、今必須アイテムで遊んでるものだけに厳選してあげて、またそれを入れ替えしてっていう感じにしていこうかなと思います。一旦娘ちゃんが帰ってくるときはこんな感じでお迎えして、まあ、ちょっとやっていくうちにもうちょっとこうした方がいいなと変わってくると思うんでっていう感じで、一旦これで動画は OK ということにしましょう。まあ、ちょっとこう遊ぶスペースと今この勉強スペースみたいなところが混合しちゃってるから、まあ、そこがちょっと集中できないみたいな雰囲気になってきたときに、まあ、もうちょっとどういう風にしていくかってことを考えていかなきゃいけないかなと思います。一旦これでやってみて、まあ、進めていくうちに変えていこうかなと思います。じゃあということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画にあったまたらぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。すごいガヤガヤしてるすいませんでした。ありがとうございました。バイバイ。